5からなのね。じゃあ終わる時間も。おはよう。今みくちゃんの配信始めたら間違えてさ、皆さん無料の投げちゃったり、知らない人いてそうだから、ちょっと12時までやらない方がいいです。じゃあゆなくんのもう髪切ってる。おはよう。眠ったー。 おはよう。久しぶりのこの朝配信か。まさかの領域展開。おはよう。おはよう。目覚ましかけたか間に合ってありがとう、わざわざ。レイさん、ミクチャで押せないって言ってた？おはよう。なんか朝は朝からメイクゴテゴテはおかしいので、ちゃんと TPO に合わせてメイク、リップとアイラインとかにしたけにした。クックック、ちゃんと TPO 考えて。おはよう。そうです、ミクチャパソコンだともらえないみたい。おおはよしよし、はじめまして。汗かかわいいね、ありがとう。応援動画ありがとう、見た。そう、本当はもう一つの某イベント、某配信アプリでイベント配信を開始しようと思ったら、まさかの12時だったみたいで。ゆうくんけど12時からちょっと収録があるので、収録終わってからになっちゃうけど、12時からしたいよね。一瞬、やっぱ12時から収録だ。おはよう、のりさん、受験さん。15時半から。おはよう。一回電源を切って、それでめぐちゃん開いてみて。電源を切って。それしたら12時からじゃないんですか？めぐちゃんの配信イベント。おはよう。待って、みんな、なんか誰かツイッターのコメントで、STU さんとかもそうだったのかな。みくちなくんおやさん、本当？おはよう。12時から
ってなんかとある風の噂で聞いて。ひなくん、はい。ツインテール可愛かった？そうなの、12時からだったみたいで。ひなにモデルになってほしい。嬉しい。メイが来てくれるの？おはよう。昔の最新と比べて頭働いてて早くになっちゃう、成長感じろ。おいなあ、こっちでいいよね、とりあえずショールームね。ミクチャ配信、まだ配信始まってない配信しちゃったらけど、知らず知らずと。あいや、もうなんかついた。でも12時から収録？早起きできたよかった。ぜひゆっくんの声を BGM にして朝活動してください。ひれまねんこにおんちゃめ、おめで、おめで、お願いします。あかつきまん、世間さん、おはようございます。ゆっぽんもおはよう。あよきは苦にならない？ゆな、みんなゆなの声で二度寝しちゃう。ありがとうございます。みんな、みんな寝ないで。やっぱゆなの好き。やっぱ？やっぱそっぱ葉っぱ。お仕事頑張ってね。みんな本当は昼休憩12時からとか1時からとかですよね。だからゆうくんもしたかったんですけど。おはよう。ここからだったら何時から見れますか？喉ちょっとマシ、めっちゃマシです。にゃー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 に
起きた？ゆっぽおはよう。テンション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 マックス。フォローしましてありがとうございます。体に悪い起こし方、あのトトロのメイちゃんがお父さんを起こす時の起こし方、あきらーって言って、あはやー夏の催眠術、おはよう。私何年か前に寝られ、嬉しい、楽しみ。はい、教えます。配信予定時間ありがとう。これからお仕事頑張ってね。なんか、はやはや、何悪の組織。会社か。いってらっしゃい。おはよう。ドンガメイさん、ハートありがとうございます。美容院で寝ちゃいそう。とりあえずさん、スターありがとうございます。頑張れる？頑張れるや。今日仕事終わりに夜行バスで大阪来てくれるんですか？嬉しい。楽しみに行っててください。もうほんま隙間隙間で配信できたらいいんですけど。おはよう。明日から普通に足からできるのか。ダンシングハイ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 になって、おはようございます。ツイッターよかったらフォローしてください。みゆくちゃんの配信12時からしたいんですけど、12時からあの収録があって、ラジオくんの。おはようございます。朝6時半の女の子史上1万回本当？そう、多分ね、イベント開始が12時からなんです。だから6時から半からミクチャージやるって言ってたのにごめんなさい。まあとりあえずどうしようか、ミクチャ配信ちょっと止めた方がいいかな。どう思いますか？おはよう。今から4キュッパフレンク配信しときましょうか。ということでちょっと移動します。久々にさーちゃん言うな、あは。とりあえず
アプリの入れ方わかるでしょ？アップストアに行くの。あ、けど、アンドロイドだったら違うかな。どっち？こっち実家。ほら。おはよう。間違えて皆さん、コイン投げちゃわないかな、無料コイン。レイ勝ったの？さっきじっちゃん配信してたけどな。ゆきちゃんにはハートありがとう。おはよう。なに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 な
どうしようか。はじめまして、パーマン中村ランドさん。どうしましょう。ミクチャー配信今からやらない方がいいのかな。どう思いますか。間違えて。もう配信、イベント。そう、一冊で1000ポイントなんです。もしかして。あ、けど、ジュナじゃないか。なんかお仕事行ってきていってらっしゃい。どうしましょう。あ、いや、そうだよね。じゃあやめとこう。あいや、要。あ、仕事で NNM 劇場の前で仕事してます。そうなの？お疲れ様です。あ、いや、仮面ライダーさん、え？仮面ライダーさん。そういえばね、ミクチャ配信ってね、BGM というか、例えばテレビを一緒に見るとか、おはよう、そういうのもしていいみたい。
だから一緒にラジオ聞くとかもいいのかな。あーいやゆっくの自分のラジオ。ね、だからさ、めっちゃ面白くない？それ。一緒になんか配信見たりできる。早川優奈ドキュメンタリー番組作ろうかな。早川優奈の一日に密着でって今日だってありがとうございます。はじめまして。朝からコンビニでレイを3冊ゲットしてありがとう。レイ6月が無料配送。ありがとう。いや、キャワキャワ、ありがとう。早川優奈の2の11に迫るって言って。おはよう。ヨーグルト食べるの？ゆくもなんかがなっている。6月号の特別号でも OK らしいです。特別号いろんな号があるんですよね。表紙違いの。なんか聞こえた、恥ずかしい。またなりそう、またなりそう。あれ。けど、あまちゃんじゃなくてもね。他にも皆さんありがとうございます。はがきね、もうね、1枚ね、1分あったら書けるんですよ。ニックネーム、都道府県、年齢、名前、なんか、そう、それと、早川優奈の欄に丸つけるだけで、簡単にはがき書けちゃうので、汗やハートありがとう。ぜひぜひ。おはよう。そうそう。違うの、切ってもね、用意しなくていいの。切って大無料。実質無料ですよね。明日から可愛いね、ありがとうございます。ごめんなさい、実質無料なんて言っちゃったんですけど。まあね、1冊690円しちゃうんですけど、1000ポイントそれで得られるので、よかったらはがきちょっとですなんですけど、書き書きお願いします。ひでくんハートありがとう。特別版の方、ゆっくん690円だったよ、普通のやつ。あれ？まあ、ギフト券たくさんあるから本当に無理。強すぎる。寝ないしょ？寝ないしょなんて。
それ別冊？高い？みなちゃん、おはようございます。朝から可愛い、ありがとう。頑張って、かきかきありがとう。ちゃんだと1000円だった？それはちょっと詐欺ですよ。普通は6級ですよ。6、6、ロックンロールですよ。じゃあちょっとだけお手数ですが、本屋さん行って。チームエイトメンバーズ、そうなのですね。出店で、出店に行ったらもしかしたらユナがおるかもしれないと思って。あ、それです、それです。6月号。非常に美しい、ありがとうございます、リアーさん。本屋さん、いってらっしゃい。そうですよ、もうゆなくんフライしました。あやあや、ツイッターに表紙載せましたよ。私もゆなちゃん。 あや、ありがとうございます、バータンさん。出店者の知恵、なるほどね。命が2人？じゃあ出勤します、いってらっしゃい。久しぶり。間違えて買っちゃった。こっちはもうすぐ朝の7時です。セブンオクロック。あはよう。たくさんの方が訪問してくれて、またポチッとする。ユノに投票してくれるんですか？リッチー、2021年の6月号だった？2022年の6月号でお願いします。まあ、けど1年前の。結構何冊かかっちゃった感じですか？おはよう。朝からカワチーノの見れて元気出る、うれしい。けど実はゆっくんもちょっとあまちゃんで調べてるとき、2021年の回想になった。だって土いけませんでした。おはよう。準備いってらっしゃい。7時だよ。ありがとう、ランスくん。
よかった、まだ買ってなかった。よかったよかった、すいません。ミクチャーシー見ながらちょっとコイン集めまった。お疲れ、おはよう、ありがとね。よっしゃ、もう配信イベントも超頑張ります。ゆきにゃんにゃ、風船ありがとう。いやけどね、霧に行ってから夜はフェイクで三つ編みになっちゃうから、それまで一回切りたてのね、ツルツルの髪をね、ちょっと配信で見せたいんですけど、収録が巻きで終わるように、カミカミせずに頑張ります。よっしゃ、行くぞー やばい、なんでこんな朝から元気。朝からテンション高いんだろう。皆さんのおかげですね。ありがとうございます、朝から。たくさんの方が見てくださって、コメントしてくださるので。ゆっくん、元気です。13冊も買ってくださったんですか？ありがとうございます。そういえば、ミクちゃんの、掲示板？なんかね、ゆななので、ゆなんね、掲示板でコメント書いてくださったら、返信しますので。もうね、ちょっとしてるんですけど、返信。よかったら、ミクちゃんのアプリにて。ああ、めっちゃ宣伝しちゃってる、ここです。某、今からやるイベント配信アプリ、掲示板にて、コメントしてくださったら、返信してますので、見てください。ユンの髪の毛、前から綺麗と思ってた。ちょっとね、髪はね、ゆっくんもちょっとだけ自信あるんですよ。美容院、半年ぶりぐらいというか、いや、思えないですよね。なんかさ、アイドルちゃんとかってよく1ヶ月に1回とか美容院行く方もおると思うんですけど、ゆっくんちょっと行かな、あんま行ってないんですけど、綺麗な方かなと。いなもんな、1ヶ月に1回行けるようになれるぐらいに、売れます。チャンネルさらへん、ハント？全細胞って、おはようございます。いい感じ。今起きたとこ、おはよう、おはよう。ショールーム配信あるあるでさ、7時ぴったりになると大体なんかみんなこうやって「おはよう」って新しく見に来てくださる方が多いんですけど、皆さん7時に目覚ましかけてるのね。寝るように頑張って、するから、わあ、ありがとうございます、嬉しい。もっと自分自身レベルアップできるように頑張ります。おはようございます。おはよう。ごめんなさい、急遽ミクチャ配信から。わ、ミクちゃんにコメントしてきた、ありがとね。確かに高校生。初訪問ありがとうございます。あ、本当だ、めっちゃ めっちゃ言っちゃってる、やばい。ね、新しく今日から配信イベントがあるんですけど、その配信アプリで、けどあんまりね、口を大にして、同じショールーム配信さんとライバルっちゃライバルなので、あんま口を大にして、
アプリ名を言えないんですけど、そちらの方で配信イベントがあります。ありがとうございます。出てくれました。おはよう。お、ヨドバシポイントを21ポイントつくからお得だって。ありがとうございます。いや、移籍はしないですよ、もうね。こんだけもうね、お世話になったショールーム配信ちゃん大好きですから、ゆくんは。まあね、最初は多分皆さんのスタートダッシュというか飛ばすので、早起きとかもいけると思うんですけど、ゆなくんは毎日継続力がなんてたっていうなの、一つの長所、取り柄なので、継続して最後まで体力を持たせてコツコツとやりたいと思います。かけかっこー。そうです、日常に、まあ普段から配信してるので、何かを継続するコツ、もうそれを生活の一部にする、もう本当にこれは鉄則で。生活の一部にしちゃったら、もうそれがもうね、例えば歯を磨くじゃないですか、皆さん絶対ご飯食べる前とか後とか、もうそれってもう当たり前の習慣なので、もう習慣にしちゃうんですよ。だからそしたら継続できるんじゃないですかね。あや、あや、あわやんさん、おっしゃありがとうございます。じゃあランキング読みます。13位、マチカネフクキタルさん、ありがとうございます。初めて。12位、マミちゃん、マミちゃんありがとう。11位は馬のしっぽさん、はじめましてありがとうございます。10位、ひでくん、リーナイメント楽しくやる、ありがとう。けいひろゆきくんだ、ありがとう。今日楽しみにしとってね。8位はりょうが45くん、はあ、ゆなの推し書いてくれて嬉しい、ありがとう。7位、コロコロワン、コロワンありがとう。昨日ごめんね、ありがとう。コロワン。6位はコチンさん、朝からコイン集めありがとうございました。5位はよしみつちゃん、よしみつちゃん、あ、なんかゆなが書いてた時にはこのライン。3位コチンさん、2位よっくん、ありがとうございました。ちょっとランキング変わっちゃったけど、4位は朝やんだ、朝やん、ありがとう。笑顔が好きって言ってくれた。3位は赤髪たっくん、たっくんありがとう。あ、カキカキしよう、し直しますね、ちょっと待ってね。ちょっと変わっちゃったからね。3位、たくやん、たくやんありがとう。3位、
そして、ハイエルチーマ、ゆうきにゃんにゃん、ありがとう。ごめんね、アバターかけなくて。チキンさん、ビーさん、こんにちは。で、ゆっくんが書いたときに、1位は、とりあえずさんでした。ありがとうございます。1位おめでとう。ではでは、今からこのロングちゃんを切っちゃいます。見納めです。金曜日張り切っていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございました。みんななんじゃんけん？ゆのなんじゃんけん？じゃんけんぽー！対策じゃない。これはみゆが服を貸してくれて、返そうとしたらあげるって言われました。えれちー！最後にスクショタイム。皆さんあげてくださいね、ツイッター。この朝のへんてこな顔だけど、朝はちょっと顔むくみやすいのよね、やっぱり。今で訪問600回目？すごい、ありがとう。ハート、ありがとうございました。では、いってらっしゃい。チュ。 お休みの方はゆっくり休んでくださいね。ごめんなさい、急遽ミクチャ配信からショールーム配信になっちゃったんですけど、たくさんの方が来てください。嬉しかったです。今のこと気になったよって方は、ぜひツイッターのフォローお願いします。元気出た？ありがとうございます。コメントしてなくても見てたよって方もありがとうございます。コメントでたくさん忙しいのに盛り上げてくださった方もありがとうございました。よかったらね、違うミクンで、今日の12時からレイの専属モデルの配信イベントがありまして、イベントの配信以外にもレイのね、今月号、6月号の中にハガキが入ってて、その中に早川優奈があるので、選択してハガキを投稿していただくと、それだけで1000ポイントというね、特大ブーメランじゃなくて特大ポイントがありますので、はい。なのでよかったらレイの雑誌があったら、あ、ちょっと優奈にタイヤしようかなって思って、投票してくださったら嬉しいです。なんとね、はがきには切手もついてますので、切手はわざわざね、買わなくていいのでね。はい、そうです。はがきはね、28日期限有効ですのでね、忘れなく。間違えて、ネット配信とか1ヶ月後届くのとかになってないか、今一度ご確認をよろしくお願いします。そして配信もね、もちろん頑張ります。その配信の中でも無料でコインを集められたりする方法とかも Twitter に載ってるので、よかったら見てくださいね。
最後まで見てくださりありがとうございました。よかったらショールームの方もついでによろしくお願いします。そのミクでの方の掲示板、ファン掲示板みたいなのがあるんですけど、そこでコメントしてくださったら、ゆっくんが返信して返すので、よかったらゆなから愛の返信が欲しいよって方はついでについてよろしくお願いします。バイバーイ。最後まで見てくださりありがとうございました。バイバーイ。おやすみじゃないわ、行ってきまーす行ってらっしゃい、バイバーイ。早起きしてくれてありがとうございました。お休みの方ごめんなさい。バイバーイ。